名古屋本線とは、愛知県豊橋市の豊橋駅から岐阜県岐阜市の名鉄岐阜駅までを結ぶ名鉄の鉄道路線である。すべての駅で真中などの交通系 IC カード全国相互利用サービス対応カードが使用できる。名列車で行こう名鉄編。1914年1月に名古屋電気鉄道が、現在の琵琶島分岐点の琵琶島橋駅と、現在の対馬駅の新対馬駅から須賀口間を開業。6月に美濃電気軌道が笠松線として、笠松口駅から高駅を開業。9月に名古屋電気鉄道が清洲線として、須賀口駅から丸の内駅と後の清洲町駅となる清洲駅間を開業。12月美濃電気軌道笠松線高駅から新岐阜駅間が開業。1916年に笠松口駅を笠松駅に改称。1921年7月に名古屋電気鉄道が対馬線、清洲線などを名古屋鉄道へ譲渡。9月に美濃電気軌道が笠松駅を移転し笠松駅から八剣駅間に笠松口駅を開業。1924年2月、備西鉄道が中村線として鴻宮駅から新一宮駅間を開業。1925年8月、名古屋鉄道が鴻宮駅から新一宮駅間を備西鉄道から譲り受け鴻宮支線とする。1928年1月、現在の島氏長駅である大和駅を開業。2月、現在の新清洲駅である西清洲駅から鴻宮駅間が開業。鴻宮支線を名駅線と改称。4月、丸の内駅から西清洲駅間が開業。1930年8月、名古屋鉄道が美濃電気軌道を合併。9月、大和駅を島氏長駅に改称。1935年4月、新一宮駅から現在の笠松駅である新笠松駅間が開業。笠松口駅から八剣駅間に新笠松駅開業。8月、名古屋鉄道が愛知電気鉄道を合併。1936年5月、新笠松駅を笠松駅に改称。9月、黒田駅開業。1939年3月、木曽川堤駅開業。1941年8月、新名古屋地下トンネルが竣工し、新名古屋駅から琵琶島橋駅間が開業。1942年2月、二つ入り駅開業。1943年11月、大佐渡駅を大里駅に改称。1917年3月、愛知電気鉄道が有末線として、神宮前駅から現在の本笠寺である笠寺駅間開業。5月、笠寺駅から現在の有末である有末浦駅間が開業。1923年4月、岡崎線有末浦駅から新地有狩駅間が開業。有末線を岡崎線に改称。6月、新地有狩駅から現在の岡崎公園前である西岡崎駅間が開業。後の東地有駅である新地有駅開業。新地有狩駅廃止。8月、西岡崎駅から東岡崎駅間が開業。1925年6月、岡崎線の架線電圧を 1500V に昇圧。1926年4月、豊橋線東岡崎駅から小坂井駅間が複線で開業。岡崎線を豊橋線に改称。豊川鉄道豊川駅まで乗り入れ開始。1927年6月、現在の伊那駅である伊那新大場から現在の豊橋である吉田駅間が開業。こうして、神宮前駅から吉田駅が全通した。伊那新大場から小坂井駅は小坂井支線となる。9月、伊那大場を伊那駅に変更。1928年4月、堀田駅開業。1930年9月、神宮前駅から吉田駅間で超特急、朝日、が運行開始。1934年1月、小田淵駅開業。1935年8月、愛電山中駅を名電山中駅、愛電長沢駅を名電長沢駅、愛電赤坂駅を名電赤坂駅に改称。1936年4月、西岡崎駅を岡崎公園前駅に改称。1942年11月、左京山駅開業。1943年6月、国鉄笠寺駅開業のため笠寺駅を本笠寺駅に改称。8月、吉田駅を豊橋駅に改称。11月、
夕松浦駅を夕松駅に改称。こうして、名古屋本線の半分から下ができた。1944年9月、東西連絡線として新名古屋から神宮前間が開業。12月、新岐阜から金山までを名機線とし、金山から豊橋までを豊橋線とした。1945年7月、金山を金山橋に改称。1948年5月、名機線の架線電圧を 1500V に昇圧。今まで名機線と豊橋線の電圧が異なっており、直通運転ができず、金山橋で乗り換えしなければならなかったが、電圧が等しくなったため新岐阜から豊橋までを名古屋本線として直通運転を開始した。西清洲駅を新清洲駅に改称。8月、琵琶島橋駅を廃止し、琵琶島分岐点として西琵琶島駅となる。1953年7月、中京競馬場前駅開業。1956年9月、あの駅を豊明駅に、山王駅を中飛球場前駅に改称。1959年4月、自由駅を菊堤城から地平に移転新設。自由駅を名古屋本線は東自由駅、三河線は三河自由駅に分離し改称した。1961年6月、パノラマカーがデビュー。特急の最高速度を110キロに向上。1968年1月、東自由駅、公営機廃止。1970年5月、今村駅を新安城駅に改称。1976年1月、中飛球場前駅を名古屋球場前駅に改称。1988年7月、パノラマスーパーがデビュー。1989年7月、金山橋駅を移転し金山駅に改称。1990年10月、全車指定席特急1000系の最高速度を一部区間で120キロに向上。1992年10月、名電長沢駅から名電山中駅間高架化。1993年2月、島氏長駅から今井前駅間高架化。4月、3500系がデビュー。2005年1月、新名古屋駅を名鉄名古屋駅、新一宮駅を名鉄一宮駅、新岐阜駅を名鉄岐阜駅、名古屋球場前駅を山王駅に改称、東笠松駅廃止。2006年11月、左京山駅から元星崎間高架化。2007年3月、全駅にトランパス導入。こうして、現在の名古屋本線に至るとさ、めでたしめでたし。名古屋本線は、岐阜から名古屋を通り豊橋を結ぶ路線である。路線総延長 99.8km、期間1067mm、電圧電流 1500V、最高速度 120km、駅数60駅。名鉄の路線の中で最長であり最大駅数を持つこの路線は、名鉄の主力路線、いわゆるメインストリートである、東海道本線とほとんど並行しており、永遠のライバル JR 東海と激しい競争が日々行われている。国鉄時代は、運行本数で優位だったが、民営化後、新快速などが増発されたため、速度や運賃などの競争が激化したんだとか、名古屋から豊橋は東海道本線と離れているため利用者が多い。また、急カーブがないため、所要時間が JR 東海の快速列車と互角になっている。しかし、飯田線との共用のため、民営改善よりは利用客が減った。一方、名古屋から岐阜は対照的で、カーブが多く、駅間距離の差が大きいこともあって、所要時間が名鉄の特急ですら JR の普通に勝てないという状況である。東海道本線とあまり離れてなく、利用客が JR の方が多くなってきている。そこで、名鉄は考えた。都市間輸送に特化せずに、サービス性や地域輸送を向上しよう。この区間では地域輸送の向上を目的とした特急などの停車駅の増加が目立つ。また、岐阜駅の手前にかなり短いが、単線区間がある。JR 線と実体、交差しており、鉄道橋に挟まれている。豊橋から平井信号場では、単線を名鉄と JR 東海が共用している。この区間では、JR 飯田線の電車も走るため、豊橋駅への運行本数は毎時6本が上限となっている。最高速度は飯田線と同じ85キロとされている。ニュース回と快速特急と特急の運行形態について、特急の停車駅は、岐阜から、
笠松、新木曽川、一宮、甲宮、名古屋、金山、神宮前、知遊、新安城、東岡崎、甲府、豊橋の順に止まり、平日の朝ラッシュ時には一部の特急が笠松または新木曽川を通過することもある。また、2011年3月26日のダイヤ改正で平日のみ豊橋駅8時32分発岐阜駅特急は、塚口にも停車するようになった。快速特急は、豊橋から、東岡崎、知遊、神宮前、金山、名古屋、甲宮、一宮、新木曽川、笠松、岐阜の順に止まる、新安城都港を通過する。また、中京競馬場で高松宮記念や年末開催の有馬記念当日は、特急や快速特急が臨時停車する。ニュース会は、岐阜から、一宮、甲宮、名古屋、金山、神宮前、常滑線、空港線に入り、中部国際空港の順に止まる。笠松と新木曽川を通過する。2011年3月26日のダイヤ改正により、豊橋発、中部国際空港行き一部特別車と、名古屋から岐阜間の昼間のニュース会が廃止され、中部国際空港から名古屋までの折り返し運転に変更された。昼に走るニュース会、快速特急、特急の運行本数は、犬山線や常滑線行きの列車も合わせて、豊橋から神宮前間、快速特急2本、特急2本、神宮前から名古屋間、ニュース会2本、快速特急2本、特急6本、名古屋から琵琶島分岐点間、ニュース会1本、朝夕は2本、快速特急2本、特急4本、琵琶島分岐点から岐阜間、下りは特急4本、上り快速特急2本、特急2本、夜はニュース会がそれぞれ1本追加される。今回は日本語がいつもよりおかしい気がする。What are you talking about? 日本語で OK。